国際友好の父として精力的に世界を駆ける笹川会長。4月15日、桜咲く日本に別れを告げ、全行程4万キロの友好行脚の旅に飛び立ちました。今回はアメリカ・ブラジルへの旅。笹川会長の心はすでに海の彼方にあります。翌4月16日、笹川会長は最初の訪問先、ロサンゼルス郊外ウェストウッドの丘に立つ UCLA を訪れました。私は世界か人類経定姉妹主義を対日交流担当のハンス・ビャウルド教授の教室で講演する笹川会長。会場を埋め尽くした学生たちは会長の心のこもった演説に熱心に聞き入っていました。命の取り合いをする、戦争はやめた方がいいと、こういう目的から言い出したのであります。そういうところから私は核兵器の制限とか中途半端はいけない、全ての軍備を全廃して、その金を教育福祉その他に生かして使うべきであるという考えの男であります。講演後のディスカッションで笹川会長は日ソ問題、教育問題などの質問に真剣に答えられました。あまりね、おかえかぶれにならないように、はい、失望楽観が大きい。私はね、はい、ただ汚い世の中の掃除人に生まれてきただけのことですから、はいはい、I don't want you to make too much of this. ですね、お聞きしたいことは、今回の訪米なされた目的とか、それから今回のその UCLA の年収に関する、どういった目的。私はね、世界で初めて100年あって一流ないね戦争をやめなきゃいけない、それについては38年前に言い出して、心温まる気持ちで恩返をしていただきまして、この感激は永久に忘れることはできません。その後、スベンソン副学長と会見。その場で UCLA 日本交流研究プログラム基金として100万ドルを贈呈しました。この援助金は UCLA の日本研究並びに日米共同学術プロジェクトなどに幅広く使用されることになっています。笹川会長は次の訪問地、ボストンのフレッチャー法律大学院を訪れました。当大学院は1933年国際外交問題の学術研究を目的に設立され、現在まで100カ国以上の国の学生がその門をくぐり、特に日本は多くの学生を派遣し深いつながりを持っています。日本にとってはね、アメリカはね、世界のために一番大な国だと実は考えてます。 For Japan, the United States is the most important. Oh, wonderful. Yeah. You'll meet with Fletcher. 日本からもたくさん国際問題をテーマとした学生たちとの討論会。学生たちは会長の現実的かつ魅力ある提案に対し強い賛同の意を表しました。健康で長生きをするということですが、実は私は
日本の年齢は85歳でありますけれども。地球は一つ人類みんな兄弟ということをおっしゃっておりますが、それはどんな。100ぐらいあって一理ない。戦争をね、この世からなくしてしまいたいと考え。Because I would like to eliminate world, which does not.And the Provost of Tufts University, Dr. Gittleman, and Governor John Volpe, a very distinguished member of our Board of Visitors here at the Fletcher School. 学長主催の昼食会。その場において笹川会長よりセオドア・エリオット学長に50万ドルが贈呈されました。この資金は建設されたキャボット国際文化センターの会議室、視聴覚室の設営資金に充てられることになっています。どうぞ。But when I saw them, I noticed something that I'd like to ask a question about. With its strong commitment to the ideal. そしてこの援助に対し、エリオット学長から笹川会長に感謝の気持ちを込めて、世界で2人目の学長賞が授与されました。世界市民である笹川良一氏に表彰することを学校のこの上ない誇りにいたしたいと思います。一路ニューヨークラガール空港へ。